インパクトが大事なんで、あのハウスショットの練習とかすごくするといいんですよ。スイング作るんだったら、アプローチから、ウェッジからっていうのはもう絶対で、もうハウスショットの練習も、スイングの延長線上だと思ってハウススイングするんですよ。普通のショットだったら、一回右に乗るじゃないですか、それを意識して、だからフルショットの右に乗るのを、右に乗るその移動の体重配分を小さめにする、だからそれも難しいんですよ、本当に。小さい動きでフルショットの同じようにするから。 みんんんんなな前前前前を使おうとするんでするでよどんどっん前前前ってなっていって足もそうですけど後ろ側がやっぱり一番体幹を使いやすいっていうかキープしやすいんでただ上下とか背中で意識すると大きいものを意識しやすいんですよハウスイングももう一発じゃないですか動きやすいものをハウスイングで動かしちゃったらもうドプッシュするし左行くしみたいなだからしっかりちっちゃいものからしっかりこう作っていく